今日は引き続きかっちゃんこと勝川みなみと二人でこうやって昔話というかバカ話というか取り留めのない話してる。どうもこっち来てこっち来て。おはよう。おはようございます。どうも。いきなりどうも。お世話になります。もう本当に良かったかな。やっぱり16、17ぐらいすごい面白くて、で高校が一緒だった、一学年下だけど、で同期には先週インタビューしたチビタも一緒なんだけど、まあ面白くて、で一回ある時そのこの七里ヶ浜でサーフィンをして、で担任がここへ来たわけで、それで俺もサボってサーフィンをしてるんだけども、では勝いないかって担任が探しに来てるわけで、やってみようきですから、とか言って勝つとか言ってあげられたわけ でもそれで逮捕されちゃった。サボってて波乗りしてたからね。そんな感じで学校へ連れて行かれたわけ。まあそれからが大変だったね。もうあれはもうドラマだった。いろんな形で学校皆さん行くと思いますけどね、先生に連れられてトランクスと板のまんまで学校行っちゃったっていうのは俺ぐらいのもんでしょ。それも着いた時はちょうど休み時間、みんな僕の学校って小学校から幼稚園からずっといるから高校までみんなが拍手喝采、俺どんな地獄になるかも知らないでみんな喜んじゃって、もう調子に乗って手なんか振っちゃってパレードみたいなね、もう優勝パレードみたいな感じで、それまた来週